根本博マイナス2014年は日本の筆跡鑑定人。1985年より筆跡学の研究を行い、日本筆跡心理学協会及び一般社団法人日本筆跡鑑定人協会を設立し会長を務める。このほか中小企業診断士の資格も持ち、近代経営研究所の所長でもある。各所からの依頼により、 司法分野の筆跡鑑定を多く行う。また、筆跡と書き手の性格の結びつきをテーマとする筆跡心理学の研究で知られた数の著書がある。神奈川県横浜市青葉区在住。2005年には大人の DS トレーニングの筆跡心理学を担当したほか、2006年には日本テレビスッキリにて運命セラピストとしてレギュラー出演をするなど、 その活動の幅を広げている。また、日本の筆跡鑑定の水準の向上と、筆跡鑑定の希望者が安心して鑑定を依頼できる、鑑定環境を提供することを目的として、2009年に一般社団法人日本筆跡鑑定人協会を設立、登記している。2005年4月25日、代表、根本により設立。正確には、 株式会社日本筆跡心理学協会であり、商標登録がなされている。現代表は根本美希子である。ありがとうございます。